皆さん、こんにちは。今日は2024年1月28日日曜日です。今日のテーマは中国ではですね、外国人が行方不明となった方が実に多いんですよ。ただしですね、これは外国の政府、メディアですね、あんまり報道しないんです。これについて話をします。また、 イギリスの男性ですが、スパイの容疑で逮捕されて、懲役5年間です。ただしですね、これはちょっと深い話あるんですよ。そして、イタリアではですね、金融犯罪の容疑で、中国人64名も逮捕されました。これについても話をしたいと思います。情報が多いので、少しずつ話をしたいと思います。1、1月25日。 格付け業務を行っているムーディーズ社発表しました。中国の地方政府が運営している国営企業に対して、17社の評価をワンランク下げました。山東省、河南省、湖南省などですね、そういう地域の地方政府の会社なんですが、原因としては地方政府の債務が上昇していて、返済できないリスクあり、 まだ地方政府は土地を売ってはいますが、売れても価格が低下しています。予測としてはこれからも良くならないでしょう。という評価がありました。次です。2。台湾側の情報ですが、1月24日、中国軍の飛行機ですが18機、まだ軍艦4隻、台湾海峡で活動していました。 うち戦闘機4機ですが中間線を越えていました。また中国大陸から気球3つですね、飛んできました。1月25日、中国の国防省が発表しました。最近我々台湾の周辺で警戒パトロールしていますよと。大統領選挙終わって民進党ですね、続党となりますけれども、民進党の ライセトコさんですが、自民解放後の活動はですね、今までとあまり変わっていない状態なんです。口先では強いんですが、でも、以前のようにですね、例えば、台湾を包囲する大規模の軍事演習はないんです。また、中国の国防省は米軍のことを批判しました。米軍の軍艦は、中国の軍艦で挑発しています。 米国政府の領収を得ずに、米軍が勝手に勝ちとしている状態です。我々は米国政府に要求しました。前線、現場にいる兵士の行動を注目するように要求しました。あの人たちはですね、勝手に動いていますよ。そういう話があったんですね。これで見るのはですね、中国政府は バイデン政権のことは批判しません。ただし、米国のことをですね、批判はしていますが。次です。3。先月ですが、中国政府とシンガポールの政府ですね、合意しました。中国人はシンガポールへの観光30、 日時間以内でしたら、ビザは不要です。これはシンガポール人も同じであって、中国への観光でしたら、三十二時間以内でしたら、ビザは不要ですが、商業活動もか、まあ、出張ですね。親族、公務もいいです。ただし、もし仕事でしたら、ビザの申請は必要です。これは2月9日から実行していくんですが、中国政府としては説明しました。 春節のお祝いなんです。旅国の国民にとって関係がですね、さらに強化できますので、春節とは旅国の国民にとって大事な日なんです。自由に行くことできますし、シンガポール人も中国への観光も期待できますと言ったんですよ。この情報は発信されて、シンガポールへの観光ツアーですね、そういうキャンペーンは始まりました。 上海、アモイ、江州、深ピ北の観光会社ですね。問い合わせで忙しいではありますが。ただしですね、これについては、中国にとってあんまり有利ではないんですね。まあ、中国はですね、外国人観光客があんまりいなくて、すごい困っています。ただしですね、シンガポール人は中国への観光はあんまり聞かないですね。私は聞いたことないんですよ。 ただしですね、シンガポールの観光業ですね、コロナの前でしたら、中国の観光客は一番多かったんです。コロナが落ち着いて、中国の富裕層はシンガポールへ移民するほどですね、とても多いんですよ。でもですね、これからですが、誰でも行きますので、すごい便利となりました。また、シンガポールからマレーシアとか、 インドネシア、タイへの渡航も便利ではありますが、またシンガポールにいて国際便の乗り換えも便利となりますけれども、ただしですね、シンガポールというのは香港の代わりになってくるので、シンガポールのえいてですね、シンガポールの銀行で口座をですね、実は作れるんですよ。 これから中国の資金の流出はですね、さらに加速するでしょうと予測できます。つまり、この施策はですね、いつまで続くでしょうかわかりません。次です4、中国の証券会社ですが、政府からそういう指導を受けました。中国の個人の投資家に対して ETF、上場投資信託というものですが、 を制限します。制限するんですよ。一時的には禁止となりますが、海外の株式市場の指数の投資を制限するという意味ですが、アメリカの MSCI 指数、ナスタック100指数、また日経平均225指数ではありますが、これについて株式市場を分析するものですが、発表しました。中国の 株式市場ですね。これから下落していく可能性は大です。まだいつ回復するかはわかりません。原因はですね、個人の投資家が自信がないからです。しかし、アメリカ、また日本の株式市場への投資はとても人気あるんですよ。 特にコロナが落ち着いて日本の株式市場が絶好調です。しかし実はですね、アメリカよりも日本は一番人気ありますので、アメリカの経済はこれから落ち着くと思われています。日本株の方がですね、投資して安心安全というイメージはあります。ただしですね、これについて中国のメディアは全然違う方法を報道やっていますので、 中国のメディアとしては、中国株はこれから上昇なんです。そこはもうついたわけですから、これから上昇するしかないんですよ。やはりですね、国民に勝、えー、ってほしいですね。経済が悪いのに、良い材料ですね。一つもないのに、株価上昇するには自信も必要ですし、そういった指数、経済の、まあ、情報ですね。やはり必要ですから、そういう良い材料一つもないのに、 でもですね、投資してほしいんですよ。国民に勝てほしいんですね。でも勝ったらですね、損するんですよ。でもですね、中国政府としてはやはり国民に勝てほしいんですね。普通はですね、あの、この政府はないんですよ。外国ではですね、どこの国の株を買ってもいいんです。それが普通の国なんですね。でも中国政府はですね、自分の株式市場のことを守りたいですね。次です、五。 1>, 1月25日、IT 専門調査会社 IDC はですね、2023年中国の市場スマホの出荷台数について発表しました。合計で2.7億台です。一部は輸出ですが、これは2022年より5%下落です。そして10年以来初めて低い数字ではありますが。 また、中国のスマホのシェアですね。変わりました。1位は、Apple 社ですね。17.3%です。次は、y o エ A ですね。a y o ですね。a y o はですね、昔は、Huawei のブランドでしたが、Huawei はですね、半導体不足で制作されましたし、この y o エ A っていうブランドですね、売ってしまいました。新その政府が、国家企業ですが、買い取ったんですよ。このスマホは、 えー、シェアですね。16.8%です。それから、ウィボですね。15.7%です。フォアウェイは13.9%です。オッポは13.7%です。原因はですね、去年コロナの影響が続いていましたが、しかし後半となって、スマホの需要は少しは改善しました。ただし、スマホの市場としては、えー、まだ回復していません。 ちなみにですね、中国では中古のアップルのスマホですね、すごい人気あるんですよ。特に iPhone の 10S 10ですね、すごい人気あります。約ですね、6年前の機種ではありますが、普通に使えますので、問題はありません。ちなみに私も使っていますが。次です。6。韓国側の情報ですが、韓国人はですね、ソウルから信用へ移動しました。 新予の空港で、まあ、中国にですね、入国手続きしたときにカバンのチェックをされました。カバンにはですね、ノートパソコンがあるんですよ。そのパソコンをですね、起動してチェックを受けました。しかし、パソコンにはですね、えー、地図っていうソフトですね、入っていて、それが問題となったんですよ。世界の地図はですね、パソコンに入ってあるんですが、台湾というのはですね、国、 台北は首都として表示されていますよと指摘されました。また、チベットとインドの国境線ですね。曖昧ですと指摘されました。なので、韓国人ですが、空港で身柄確保されて尋問を受けました。その後、空港から出ることができましたけれども、その韓国人がですね、信用にある韓国の領事館に、えー、いたんですね。歌いました。 台湾と台北ですね、国ですというふうに表示されていません。ただし、太い文字と赤い点ですね、えー、表示されてはいたんですよ。国家という文字は一つもないんです。それから中国の税関はですね、これは一つの中国というのは中国の法律であって違法しましたので、あなたを逮捕しますねと言われました。なので、逮捕されるところでしたけれども、 ただしですね、調査されて、まあこのパソコンの地図はですね、自分が開いたことはないんですよ。そもそもこの地図あること自体も知りませんでしたと説明しました。これで税関はパソコンに入っている地図のソフトを削除しました。 そして、被害者と表現しますが、自分は中国語できてよかったんですよ。もし、韓国人、中国語もできません。初めて中国にいたらですね、それは非常に困ります。どうすればいいのか絶対に困りますよ。説明がですね、うまくいかなければ、逮捕されてしまうんです。そういう話があったんですよ。また、問題あるのは、地図でしょ自分ではないわけですから、 逮捕されることは今回はなかったんですが、でも身柄確保されて尋問もされましたし、これはおかしいでしょうこの問題のことをですね、韓国の領事館に報告しました。韓国の領事館としては事情を確認してから返事しますというような内容ではありましたけれども、少し話をしますが、中国ではですね、全国でスパイ探しをしていて、 外国人のことをですね、あの中国ではですね、愛国者からにすれば、歩いている50万円だというふうにですね、表現しています。50万円とは約1000万円ですね。もしですね、この人がスパイですよと、えー、警察署ですね、あるいは情報機構に提供しましたら、調査されて、やはりスパイですね、と。 認められたらですね、最高で50万円はくれます。1000万円はくれます。賞金ですね。これについて、人民日報ですが、スパイはあなたの横にいるかもしれません。そして、賞金はですね、最低でも1万円です。すみません、1万円ですが、最高で50万円です。最低は20万円ですね。スパイについてですね、1月26日、 中国政府は発表しました。イリス人男性スパイ1名有罪判決ですよとなったんですよ。懲役は5年間です。と発表しました。この情報についてですね、実は、えー、中国政府としては発表しなければいけなかったんですよ。原因はですね、あの説明します。イリス人がですね、中国で 2018年から約6年間ですね、行方不明となっていたんですよ、実は。これについて、ウォールストリートジャーナルですね、先週ですね、情報がありました。多くの先進国の国民はですね、中国で行方不明となっています。例えば、イギリスの商売人であるアイラン・ストーネースですね、イエン・ストレスさんですね、もうそのうちの一人ではあります。 実はですね、中国では多くの外国人ですね、行方不明となっています。一部の方は中国政府は認めました。やはり身柄確保、あるいは調査中ですよと言っています。しかし、罪名もないし、証拠もないんです。ずっと調査される状態ではありますが、これについて、ウォールストリートジャーナルの報道で世界で話題となっていますので、 これについて、中国の外務報道官は、外務省の記者会見で話をしました。説明をしました。イリス人はですね、である、あイエン・ストーネスさんですね。話、まあ、あるんですけれども、この人はですね、イリスのスパイでした。去年判決出したんですよ。懲役は5年間です。今は懲役中ですね。彼はイリスの情報機構に、中国の機密を提供した。 からです。そして、イラン・ストネスさんですね、えー、認めなくて上訴しました。我が国は法律のことを優先すること効果ですから、2023年9月、裁判所はもう一回審査してですね、やはり有罪ですと判定出したんですよ。つまり、中国の外務省はですね、認めました。でも、法律に基づいて懲、中、う、役、ん、となったんですね。 しかし、中国の外務官の説明があって、さらに話題となったんですよね。もしですね、このウォールストリートジャーナルの報道がですね、なければ、中国政府としては説明もしないわけですから、そしてですね、その人は中国にいるかどうかもわかりませんでした。これに関して、イギリスのメディアが報道しました。外国の大手企業の従業員さん。 投資機構の従業員さん、また、中国にいる現地の代表さんですね。あるいは、その先進国の公務員さんですね。実はですね、狙われています。イギリスなどの国はですね、中国の公私学院のことを指摘しました。あれはスパイ組織ですよね、と指摘しましたし、中国の商業スパイのことを警戒している派です。そして、中国政府は焦っていますので、中国にいる 外国人のことを逮捕して、外国の政府を牽制するっていう作戦なんですよ。という話があったんですよ。なので、実はですね、中国にいる、まあ、日本の方もそうですが、ぜひですね、気をつけてほしいんですよね。あの、緊張さん、あるいは仲いい方ですね。万が一ですね、何かがありましたら、通報されたたらですね、あの、調べられます。調べられたですね、 どんなことあってもですね、中国政府は外国人のことですね、スパイですよと決めることが可能なんですよ、実は。この法律がですね、すごい厳しいんですよ。 もしですね、スパイですよ、という容疑ですね、決められたらその人がですね、賞金もらえますので、これが今の、えー、中国の雰囲気ではあります。なので、中国人はですね、まあ中国の愛国者にすれば、外国人のことを見てですね、歩いてる50万元ですよ、というふうに言っています。この内容なんですよ、実は。なので、中国にいる外国人はですね、みんな実はですね、大変なんですよ。 いつ逮捕されてもおかしくないんです。そして、逮捕とは言いませんが、行方不明となってですね、外国の政府、あるいはメディアもですね、なかなか中国政府の あのことですから、チンピラですし、なかなか交渉しにくいし、そういう情報もですね、なかなか追求もしにくいし、なかなか交渉もですね、応じてくれませんし、これが非常に大変なんですよね。なので、中国にいる外国人はですね、非常に、あの、安全ではない、っていうような、今の状態ではあります。ただしですね、中国政府はそれで、外国人の観光客ですね、大歓迎ですよと言っているんですが、 私はですね、誰も来ないというふうに思います。だって、来るのはいいんですが、来たらで,ですね、帰ることができなくなってしまう、えー、可能性はありますので、可能性はあるんですよ。なので、もしですね、万が一帰れなくなったらですね、これは大変なんですよ。自分では、あの、やはりですね、力が弱いわけですから、かなり大変だというふうに思います。次です。7。 世界トーピング防止機構 WADA ですね、あるレポートを発表しました。子供さん未成年ですね、競技選手のトーピング問題について、世界では3カ国が問題となっていますので、まあ、隙取りですよと。 一つは中国、次はロシア、次はインドという順番ですが、競技としては陸上ですね。次は重量上げ、自転車もそうですが、そういうちょっと激しい運動なんですね。そして WAT として2012年から2022年調査しました。この三カ国の政府、あるいは政府の機構として、 子供の競技選手さんに、まあ、これからですね、育てていくわけですから、トーピングを服用してもらっています。最年少の選手さんは8歳です。一番ひどい国は中国です。クレンブレ、クレンブテロールというものですね。服用されています。またロシアは、えー、リ、尿剤ですね。インドは、スタノブロールというものですが、 これはですね、日常的に服用されていて、思春期になっていくとですね、太ってしまうんですよ。これで対応してもらっています。例えばですが、いつの動画でも話をしましたが、中国の重量明けの選手さんですね、女性でしたら、引退しましたら、髭とか出てくるし、妊娠的な気度がものすごい多いんですよ。 ちなみにですね、この人は中国漢方薬の大先生ですね。まあコロナの対策ですごい有名となったんですが、実はクズですよ、この人はですね。でも習近平は大好きです。国家の英雄として受賞しました。彼はですね、娘さん、ジョンさんですね。元中国の水泳選手として活動しました。国家を代表してオリンピックを参加してました。ちなみに、1994年、 バターフライ泳ぎ世界記録も作ったんですよ。100メートルでしたが。しかしですね、その後、尿検査があって、陽性ですよね、と判明されました。これでダメとなったんですよ。これはですね、中国の水泳選手として、初めてオリンピックの参加はもうできませんよ、と言い渡されました。ちなみにですね、去年か今年ですね、中国の孫陽という選手ですね、男性ですが、 やはりですね、あの、そういう、ま、要請ですね、出たわけですから、ダメですよ、と言い渡されました。次です。8、1月26日、イタリア側の情報ですが、イタリアの沿岸部の都市ですね、アンコーナーっていう都市ですが、ここはですね、金融警備隊っていうものがあるらしいんですよ。この金融警備隊がですね、詐欺、資金洗浄の団体の容疑者、64名のことを逮捕しました。 詐欺の金額は19億アメリカドルですね。資産は3.5ユーロ。現金もあるし、不動産もあるし、自動車もあるんですが、しかしですね、この64名の容疑者はみんな中国人ですね。あれを言いますと、イタリアで何もない会社を作りますので、まあ、だけですね。中国から商品を輸入しますよと申請して、お金をですね、中国へ送金するんですよ。 そのお金をですね、中国に送金してから配達という形でお金をですね、商品に入れてイタリアへ発送するんですよ。汚いお金ですね、核生産のお金もあるんですが、資金洗浄ではあります。また、こういう団体ですね、スペイン、モロッコ、南米の核生産の予算を職場に対してサービスもですね、提供しています。 合計ですが、イタリアでは今回の話ですが、114社ですね。資金専用の会社の口座を凍結にしました。こういう情報ですね。実は毎年あるんですよ。毎年あるんです。イタリアは特に多いんですね。でも私がですね、思うのが、イタリア多いのがおかしいんですよ。なぜならですね、中国とイタリアですね、実は警察、協力、そういう条約ですね、あるんですよ。 2018年ですね、イタリアの警察と中国の警察署ですね、協力するよねっていう契約があるんですよ。これで中国の警察官ですね、イタリアに行って共同パトロール、治安を守る、中国人、そういう犯罪組織を取り締まりっていう行動ですね、活動したんですよ。ただしですね、私が気になるのがですね、逆に犯罪者がですね、どんどん増えてるんですよ。 ちなみにですね、この組織は2022年ですね、えー、もうないんです。原因はですね、やはり中国の警察署はですね、外国にある時点でおかしいではないかと。その警察署はですね、やはり中国の憲法、中国の法律を守るわけですから、おかしいではないかと。イタリアの国民がですね、反対して、これでこの契約は、えー、なくなりましたけれども、ただしですね、やはり犯罪は多いんですね。 なので、イタリアはですね、分かってないと思うんですが、これが中国の文化ですね。まあそもそも中国政府自身がチンピラですし、中国の警察署はですね、このチンピラという組織を守っていますので、なのでみんな悪い奴らばっかりなんですよね。そもそも悪い奴らが受け入れてたわけですから、だから、ますますですね、治安も悪化するし、金融犯罪も増えていくし、それが結論なんですよ。 次です。Q。ホワイトハウス側の情報ですが、4月10日、日本の岸田総理ですね、アメリカのことを訪問予定です。そして内容はですね、発表されました。日本というのはアメリカにとって世界で最も親密かつ、えー、とても仲良い同盟国です。バイデンさんは楽しみにしています。岸田総理と会談して、今後の付き合い、協力、 また、インド太平洋地域の問題について、韓国との三角国の付き合いについて話をしていきますという話があるんですね。これについて、フランス通信社の情報ですが、 バイデンスもですね、外交の問題で困っています。同盟国である日本との関係を強化していきたいです。中国問題、また北朝鮮の問題で日本の協力が必要ですね。そういうのがですね、フランス通信の、えー、報道ではありますけれども、分析ではありますが、これについてですね、やはり私は最近日本の外交の、まあ、行動ですね、関係あるではないかというふうに思いますが、 例えばですね、一つだけ言いますが、NATO ですね、東京で事務所を作りましょうという話があるんですが、これについてですね、実はアメリカは、えー、いいですね、とは言っていませんし、あんまり良くないですね、とは言っていませんし、アメリカとしてはですね、まあこれは NATO の話ですから、えー、まあ、関係ないですね、という姿勢ではありますが、ただしですね、NATO、まあ、 せよ、まあ、せよと言いますが、やはりヨーロッパが中心ですから、日本はですね、ヨーロッパとの付き合いがですね、深ければ深いほどアメリカにすれば、これはですね、あんまり、えー、嬉しいっていう状態ではないんですよね。特にですね、まあ、オーストラリアとの付き合いも強化してきましたし、それはですね、やはりアメリカにすればですね、やはり、そういうのがね、あるんですよね。まだですね、あの話をしますけれども、まあ、ここまでにします。東南アジア地域においては、まだ、 話が違うんですよね。例えばフィリピンもそうですが、一応フィリピンもアメリカの同盟国ですね。まあ防衛、協力、あの、協力、あの、ありますので、やはりフィリピンはまだ別なんです、というふうに思いますが。ちなみにですね、1月十6日、中国の外務副長官、ストーンっていう人間ですね、中国の訪問団を連れて北朝鮮を訪問していますが、情報はですね、あまりまだないんですよ。 ただしですね、先週、中国の北朝鮮の外務副長官、ピッキンのことを訪問しました。孫と会談しました。両国国交交換して、今年75周年であって、関係をですね、さらに強化していきましょうねと。北朝鮮はですね、ミサイルとか発射してですね、中国にすれば有利なんですよね。韓国、また日本、あるいはアメリカのことを牽制できるというふうに思っていますので、 北朝鮮はですね、別に強いわけではありませんので、ただしですね、北朝鮮の話がものすごい強いんですよね。例えばですね、我々は何があったら、韓国のことをですね、火の海にするよという話するし、韓国の政治家にしても、そういうですね、韓国語にしても別に北朝鮮は怖いわけではありません。ただしですね、そういう発信が、まあ、強い口調で言われたりですね、 韓国の、また、野党とかですね、韓国の国民はですね、やはり心配してきますので、心配してくると、やはり、韓国の4大統領としてはですね、やはり、活動しなければいけません。これで、アメリカに対して、 どうすればいいでしょうかっていう話もあるんですよね。これでアメリカも困ってしまうんですよ。そういう流れではありますが。なので、北朝鮮がですね、挑発すればするほど中国にとっては良い情報ではあります。なので、今回ですね、ソンという人間はですね、手ぶらでは北朝鮮ですね、訪問するわけにはいきませんので、何がですね、お土産ですね、持っていくというふうに聞いておりますので、例えばですね、まだ、 素晴らしい、あの、レクサ,サスですね。持っていくではないかと思われていますが。次です。ロシアの豚肉ですね。輸入再開しました。1月26日、中国の税関は発表しました。ロシアからの豚肉の再開、輸入ですね。再開しますよ。これは1月24日からですよ。という話があったんですね。ロシアの豚肉をですね、再検査して問題はないからです。 ちなみにですね、原因を言いますと、ローシャの豚肉はですね、中国ではものすごい大変なことがあったんですよ。ローシャの豚肉を輸入して、実はですね、アフリカの豚熱というウイルスですね、感染していたんですよ。これで中国ではものすごい満員して、豚を飼育ほどですね、約60%赤字でした。しかし、これから輸入再開しますが、これはローシャ様の要求でしょうかと思います。 また、現実では中国の豚肉の需要が減少してきて、豚肉も例年よりすごい安いんですよ。でもですね、餌代が高くて、工場はですね、基本は赤字です。この状態で、プラス、ロシアの豚肉も入ってくると、中国の豚の飼育工場ですね、ものすごい大変だというふうに思いますが、ただしですね、そこまですごい量ですね、輸入はないと思いますので、 まあ、ロシアに対してですね、一つの支援、支持ではないかというふうに思いますが、まあ、今回ですね、動画ではやはり私が気になっているのはですね、中国にいる外国人ですね、実に行方不明の方ですね、多いんですよ。やはり政府としてはそういうリストですね、えー、公開して中国で行方不明となったんですけれども、どこにいるでしょうかやはり中国政府に責任を追求すべき。 だというふうに思いますが、まだですね、そういう人の名前ですね、公表して、こんな人間はですね、中国にいましたけれども、でも急に行方不明となってたんですよ。あるいは中国政府は、えー、そういう罪名もありませんし、証拠もありませんし、ただ、ひたすらですね、あの、調査中ですよと、これは2年も3年も4年も5年もずっと調査中ですよと、そういう情報ですね、発信すべきではないかというふうに思います。 この動画はここまでにしたと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。